はい、皆さんアローハ。ヒーリングフラロコナのロコです。今日はちょっとねスタジオを出て違うところから配信となっています。最近ちょっと心がこうざわざわしたりとか、心が落ち着かないなっていうことが日々あると思いますので、そんな時にね深呼吸をする時間を取ってみるっていうのはとっても有効なので、深呼吸をしやすいっていうかな、私の誘導、声の誘導に合わせて深呼吸をするっていう動画を作りましたので、ぜひそれを活用してちょっとしんどいなと思ったら立ち止まって呼吸をしてみてください、はい、ではね、できるだけ免疫力を上げて健やかな日々を過ごしていきましょう。これから深呼吸を始めます。まずはまぶたを閉じてください。口から細く長い息を吐き出します。口から細く長い息を吐いていきます。吐き出す息に意識を置いてください。息を吐き出す時には体の中にあるドロッとした疲れも一緒に吐き出していきましょう。口から細く長い息を吐いていきます。しっかりと吐き出す息に意識を置いてください。口から細く長い息を吐き出したら、ゆっくりとまぶたを開けてください。これで深呼吸は終わります。もし心が疲れてきた時にはまたこうやって深呼吸をしてみてください。